久保さん。まあビジネスっていうのはね、結果が全てですからね。まあ企業さん、株、株、株式上場、上場会社、株主さんに決算発表するときに、結果、全てですね。<laughs> 赤字です、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 すいません。これ株主ついてこないですね。<laughs> なんでまあ結果が全てですね。うん。だからまあ、 結果を出すために、あのー、じゃあ結果を出すためには何が必要なのかっていうところなんですけど、それは、まあ、その自分のスキルですよね。結果を出すためのスキルだったりとか、売り上げを上げるための、まあ、セールス、商品力、まあ、全てはいろんな要素があるわけですよ。ただし、その要素っていうのは何で必要かっていうと、一つの目的、売り上げを上げるという、ただそれだけなんですね。 逆に言うと、この要素がなかったとしても、売り上げがもし仮に上げられるんだったら、まあ、それは別になくてもいいんじゃないですかね。例えば、まあ、世の中にね、実際に送り人っていうね、えー、人が、まあ、出てきたわけですよ。じゃこの送り人の中にはねうん、セールススキルはない、商品力がない、何もない、だけど、億万長者になっちゃいましたっていう人もい,います。まあ、あと宝くじもそうですよね。まあ、宝くじを買って当たりました。億万長者です。秒速で。 ど,どうですかねだから宝くじで億万長者になれる可能性もあるんですよ。0%ではないです。ただ、どの可能性をあなたは、えー、なんだ、ー選びますかっていうとこですね。どの可能性を選びますか宝くじ買っても億万長者になる可能性はあります。限りなく少ないパーセンテージですけどね。でも、ないことはないです。じゃあ、このパーセンテージと、 ね、このパーセンテージと自分でスキルをつけて、まあ、時間はかかる大変かもしれないけど自分の力でお金を稼げるスキルをつけてでなんだ久保さんみたいになるこっちの可能性と宝くじを当てる可能性っていうのはどっちの方が高いですか低いですか少なくてもね 久保さんの量をや,やって稼げない。まあ、億万長者になれるかどうかわからないけれども、少なくとも久保さんの量をやって稼げないってことは、まずありえないです。これ言い切りますけど。久保さんの量をやって稼げませんってことは、まず絶対ないです。これ、もう100%断言して言いますよ。で、なんで100%断言して言えるかっていうと、久保さんの量をやれる人はいないから、言っても問題ないってことです。結論。<laughs> 誰もやんないですもん。 うん、でもやった人だけしか手に入れられないってことですね。いってらっしゃい。